じゃあ若は俺の条件を飲めないんですね。飲めないね。なら今夜の交渉は決裂ってことですね。勘違いしてるようだが、今夜は交渉ではない。さっきも言ったろ、お前を生かしておいてやるのは俺からの情けだ。それを無下にするなら好きにするがいい。どういうことっすか。若は一人で来るって聞いてましたが。若の最後の情けを無駄にしやがって、愚か者が。すげえしませんか。こっちは約束通り一人なんですよ。こっちだ一番。おい、えっ、えっ、このバカ。お前らなんでここに。おら、どけどけ。逃げるわよ。見ろ、やっぱり罠だったじゃねえか。うちのネスパルは勝てると思ってんのか。どうしようかな。やってみろ。もしもし。Hey!
相手に随分大げさ。まあな。だがお前は撃たれても念には念を入れ。こいつが大光に撃たれどんだけごっついやつかと思ったけど。侮るな。せやったら頭とそれならさすがに生きてられ。やり方は任せる。終わったらあいつ守備よくや。頭は帰るんですか。お前らの汚い血でスーツを汚れ仕事は全部あんた。あらかおやっさんおやっさんうるせえな。まあまあどうせあいつが物言えるのもおしゃべりは十分だ。やったので勝てると思ってんのか。頑張ります。寝てんのか。やめんな。やってみんかい。はい。なめんなよ。やってみろ。私の番に出してます。やんのか。なんや。ふざけてる。俺の番だな。やめんな。誰を呼ぶか。こいつに決めた。デリバリーよろしく。あかん。やってみろ。どうするかね。ぶっ飛ばしてやる。舐めると痛い目になるよ。お任せください。雑魚が。もしもし。俺の首を箱詰めにして頭に届けるとか言ってたよな。頭も驚くだろう。箱の中におめえの首を見たらな。
ねえ。おい。だけかかってこい。これで終わりや。クメニオが会ってきたんだ。あいつはどこだ。知るか、くたばれやボケ。クメはどこだって聞いてんだ。早く答えろや。くれ。ちょっと一番やりすぎよ。ハケ、クメはどこだ。だんまりか。根性見せてるつもりだろうがよ。俺も腹くくってここに来てんだ。あと100発でも200発でもてめえを殴れる自信がある。根性見せるつもりなら試してみるか。質問に答えろ。クメはどこだ。そうかよ。じゃあ渾身の100連発受けてもらうぜ。偉人町にはもうおらん。カムロ町に行きよった。何、カムロ町に行っただ。お
戻れ。この間選挙官に押し込んできよったら、せやさかい久米は都知事に青木亮に泣きつきに行ったんや。もっと警備を増やしてもらわんと選挙ができん言うてな。困ったものですね。国政に出ようという方がそんな臆病なことでは。なら久米じゃなくてもいい。青木亮に会わせろ。そんなんわしに言われても。おやっさんを殺して、星野会長を殺して。答えたやん。知っとること答えたやんか。町を荒らすだけ荒らして、残ってんのはてめえらみてえな役立つの最後だけか。ふざけんじゃねえぞこら。もうよせ一番。うるせえ。俺はな、若と荒川雅人と話しなきゃならねえんだ。あの人は何も分かっちゃいねえんだよ。やめろ。誰だ。あんた、なんだよ、非慎重に。通りすがりだ。なわけねえだろ。誰なんだよ、あんた。大阪じゃ味方してくれたよな。おやっさんとはどういう。身の上話をする気はねえ。は？俺は日の当たるとこじゃ生きられねえ人間だ。だが、だからこそ手に入る情報を持っている。何の話で。青木亮の次の一手はまたこの偉人町で刺される。何、次の一手って何だい。お前にその中身を伝えるつもりだった、ついさっきまではな。何だと。知ってんならさっさと教えろ。今のお前を見てると素直にそういう気にはなれねえな。何だと。気に入らねえな。そんな目であんたに見下される覚えはねえ。もう抵抗できねえって相手を人に止められるまで殴る男は見下されても仕方ねえんじゃねえか。情報って何だよ。若の次の手ってのは何なんだよ。そんなに頭に血のぼってるようじゃ理解できねえ話だ。時間はまだ、夜になったらコミジュルに来い。俺はそこで待ってる。コミジュル。今コミジュルでは孫妃がシステムの復旧の指揮を取っています。復旧の目処は立っていないとは聞いていますが。なるほど、そっくりだな。ん？何か。いつだったかお前とよく似た男に会ったことがある。だが俺の目の前でそいつは死んだ。ほう、夢でも見られたのでは。聞いた話じゃその死んだ男は組織の中で影武者も使ってたらしい。つまりそれがお前だな。ご自身の記憶は夢ではないと。はっきり言え。影とは主のために身も心も同化させ、それを一生貫く覚悟を持って生きること。そしていつか私の影がまた生まれ、同じ覚悟で生きる。つまり安純義とは永遠の命を持った存在なのです。なるほど。司令官。いいえ、
私の知り合いを知っていたようなので。はあ、やっぱ世間ってのは狭いもんだな。まったくだな。で、よう、コミジュルに来いってなんでだ。そこで何があるってんだ。来るも来ねえもお前の次第だ。続きが聞きたけ、おとなしく夜を待つんだな。